フランク・ベルスティーグは、オランダの曲芸飛行のパイロットである。また、エアショー主催者、飛行安全委員、ファイ裁判官、フリースタイルの曲技競技者である。ベルスティーグは、オランダのオーステルベークで生まれ、1972年に18歳で飛行機を始めた。1982年から1994年にかけて、ヨーロッパ選手権と、 世界選手権に出場した。彼のキャリアの最中、160種類以上の航空機を使用し、世界中の大規模な航空イベントで1250回を超える大型ディスプレイで飛行した。1983年、セスナ150の航空機で最初の展示を飛んだ。1987年から1989年にかけてピッツスマイナス2 s g ソロで飛行し、 ロスマンズチームではソロ機として飛行した。1989年ピッツはドイツに売却された。その後彼は新しい飛行機のスリン 50LS で飛行機に戻った。この機体はマンフレット・ストロセンドイターからやってきた。彼はその年の初めにオランダのティーゲに向かって死亡した。彼のスポンサーであるシェイク20では 新しいエクストラ EA-300 を購入することができた。この機体はミッドウィングでモノプレーンである。ベルスティーグはシェイク20ライセンスでこの飛行機で3年間飛んだが、1995年に新しいスポンサー、ボルニーに変更した。1996年、ボルニーは現在の飛行機であるエクストラ300リットルを購入することができた。 1997年7月、彼は彼の母国の例年のライン川で70メートルの川の貨物船でエクストラ300リットルを手に入れた最初のパイロットとなった。これはユニークであった。なぜならばエクストラ300リットルの着陸中にパイロットは着陸装置を見ることができないし、時速150キロメートルで飛行している間は船を見ることができない。 ベルスティーグは80ノットの接近速度のため、ボートに航空機を着陸させるのに1.5秒しかかからなかった。スタントは5万人の観客が出席したエアショーの間に行われた。3年間ハイワールドカップに参加した後、フリースタイルの極芸飛行とスカイダイシングを専門とした。その後、レッドブルエアレースワールドシリーズで選ばれたパイロットの一人に、 なり、2003年にスタートして、以来、参加している。しかし、8位と11位で終わった2005年と2006年のシリーズでは得点できなかった。ベルスティーグには、彼のマスコットと服装重視として知られている、ジョーザ CO と呼ばれるジャック・ラッセル・テリアがいる。ジョーは1996年7月12日に、生まれた。エクストラ300リットル B、B131。 ロビンソン R44A-26 インベーダー、その他多くの航空機でベルストークと一緒に飛行している。犬は彼のエアショーの大部分でベルスティーグと参加する。コンテストディレクターワールドグライダーエアロバティックチャンピオンシップフェンドネザーランズレジェンド。ありがとうございます。